こんにちは、キーパーの中尾です。今日は中央トレーニングセンターで行われる新入社員研修に密着していきます。それでは行ってみましょう。今日は新入社員研修ということで、はい、今年も同じように、はい、一番年が近いね、そうですね、2年生が先生となって、すべての基本となる手洗い洗車を一緒にやってもらいたいなと思ってます、はい、去年は私は先生として参加したんですが、うん、今回は密着をさせていただきますので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。もともと車が好きで、車に関する仕事がしたくて、うん、スーパー GT とかも好きなんで、あ、そうなんだ、まあ、レースに出てる車でもキーパーって入ってるんで、うん、そういうので結構知ってたりしました。じゃあ今年4チームスポンサードするから、はい、ぜひ応援お願いします、はい、応援します。大学生の時にガソリンスタンドでバイトしていて、 そ、うん、はい、その時は機械洗車しかなくて、うん、洗車に物足りないなと感じてここに決めました。洗車に物足りないって感じたの。すごいね。1個ずつ何のためにこの作業があるのかとか、どこをきれいにするためにこの手順があるのかとか、1個ずつ理解した上で作業を覚えるとよりきれいに早くできるようになると思います。去年は1人に対して3人とかでやってたじゃないですか。やっぱりそれだと疑問に思っても言えないんだろうなってすごい感じたので、コミュニケーションの時間とかをタイムテーブルにね組んで、この少しの時間でも、まあ、楽しく、うん、まあ、しっかり学べる場にしたいなって思ったので、まあ、今回コミュニケーションの場多めに入れてもらいました、ね、特に洗車の下回りとかでこう手を使うのが、高圧ガンの使い方ね、難しいので、そういうのは最初は難しいけど、うん、だんだん慣れてくるから、今こうやってやってみようねみたいな感じで教えてました。採用担当もされてると思うんですけど、はいはい、そういう点から見て今年どうですか？自分が担当した学生っていうのも今年入社してくれてるので、うん、実際に、はい、そういうのを見るとまあ、嬉しいなって、やっぱ嬉しいですよね、はい、で私も去年教えた子こうやって今2年生として一緒に頑張ってくれてるのすごい嬉しいので、いありがとうございます。来年の方が密に関わってる学生が多いので、これからも1年後にはなりますけど、はい、来年の入社の子たち大歓迎できるように今回頑張って、また来年につなげていけたらなと思ってます。仲間を増やしてね、生きたらいいですよ ね、本当にたくさん増やしていきたいです。
早く技術を身につけてお客さんに喜んでいただけるような仕事ができるよう、精一杯頑張ります。社内資格、できるだけ早く取って、1秒でも早く活躍できるように頑張っていきます。意識高いですね昨日の研修でまだ分からないことだらけで先輩方にも迷惑をいっぱいかけてしまったんですけど、これからゆっくり自分のペースで頑張りたいと思います。お客様に喜んでいただけるように頑張りたいと思います。一緒に頑張っていきましょう、はい、この1年すごく大変だと思うんですけど、先輩方も優しいので、分からないことがあればいっぱい聞いてもらって自分のスキルアップを目指していっていただければなと思います。数こなしてやっていけば何でも身についてくるんで、失敗を恐れずに先輩方のことをどんどん頼っていってください。僕たちがついているんで、みんな一緒に頑張りましょう。研修で一緒に洗車やったと思うんですけれども、それを店舗に持って帰ってもらって、店舗でも僕たちと一緒に頑張っていきましょう。今日は皆さんすごい緊張していましたが、ラボでは僕たち先輩方が距離感近くしっかりとサポートしますので、みんなで頑張っていきましょう。今回は新入社員研修の様子をお届けしました。今後は各店舗に配属されて先輩社員による研修をしっかり受けて技術を磨いていきます。そしてコーティング技術2級資格に合格し、最終的にコーティング技術1級資格の合格を目指します。これから同じキーパー技研の一員として一緒に頑張っていきたいと思います。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。